葉ひとつ悲しいとき僕の胸の中で泣きなさい強がらなくていいから僕の言葉ひとつ苦しいとき僕の胸の中で泣きなさい思いを全部話して君の言葉ひとつでもそんな君こそ強がってるよ苦しんでるよそんな時は僕の胸の中で泣いたらいいよありがとうございます。今日は広島から来ました。で、まあ、始まって早々なんですけど、私、東京、今日が最後、東京にで歌うのが今日は最後になります。で、1年前に一度東京来させてもらって、こちらでやらせてもらったんですけど、その時が初めての東京で、今日が2回目です。でその1年前に、歌ったカバー曲を1曲歌いたいと思います。川口京子さんの「桜」という曲をやります。僕がそばにいるよ君を笑わせるから桜舞う季節数え君と歩いてゆこう次は、CAS ファイル3に収録されている「あさぎ色の空」という曲をやりたいと思うんですけど、もう聞いたことあるよっていう人、あ、はい5名この歌は、家族のことを思って作った歌です。あさぎ色の空、聴いてください。どうしてこんなに涙がどうしてこんなに優しくなれるの？弱くないだけど強くもない、そんなあなたしてこれただろう。私が生まれた日の空は優しい朝霧で、私が私が過ごしてきたなんでもない年月、あなたにとってどれほどの尊い日々の連続「よりも眩しかった」「新しい命」「あなたの優しい眼差し」「ああこんなふうに私も愛されてきた」ありがとうございました。浅色の空という歌でした。浅色っていうのはこういうちょっと水色みたいな黄緑みたいな色を言うんですけど、キャスファイル3なんですけど、ありがたいことに私の分は完売してしまいましたので、そう今日は中村明さんと西山小雨さんがおられるので、ぜひよかったら手に取ってみてください。次は、みんななんか雨縛りみたいな感じがなんかこっそりある感じがするんですけど、私もちょっと雨の歌なんか笑い声が聞こえたねちょっと切ない恋心を歌った歌を歌いたいと思います。雨の降る季節に。切なく降る冷たい雨はこれからの僕たちを見透かしていたのかな。触れ合えば暖かくて、でもどこか寂しくて、いつも見えない愛を探してた。苦しくて、こんなにも悲しくて、ありふれた言葉さえ心に焼き付いてた。恋しくて君を思って笑ったよ、泣いてたよ。りがとうございました。次が最後の歌です。ありがとうございます。優しいですね。次の歌は、いつも、ライブの最後に歌わせてもらっている曲なんですけど、私が、音楽で、出会った人たちのことを思って作った歌です。今日は、もしかしたら最後になる方もたくさんいるかもと思うんですけど、最後一生懸命歌うので、一生懸命聴いてくださったら嬉しいと思います。一期一会という曲を聴いてください。「向こう側とはにつながってる。ありがとうございました。天音ゆきでした。天音ゆきさんです。はい。ありがとうございます。何？今年最後の東京ライブ？いや、これからずっと最後。ラスト？と言っておきたいです。なんかラストライブ。うん。いつ最後になるかわかんないですけど、うん、言っとくべきだなと思います。本当に？わかったわかった。多分ね、来月ぐらいね違う名前で来るんですよ。そんなそういうんじゃなくて、そういうなくはなくはないないですないです言っときますないです。どういうことなんですかそれ皆さん多分すごい気になってますよ。いやなんかこれから自分がこう大切にしたいことを並べたときに、はい、なかなか遠くに行くのは難しいかなっていうことです。はい、ごめんなさい濁します。じゃ広島では結構ライブすると。広島ではやりたいですけど、はい、ちょっとこれからのことがちょっと人生の節目みたいな感じですか。そうですね。なんですかね。なんか楽しそうな節目のような気もしますけれども、まあ、いいことです。いいことです。そうですか。はい、おめでとうございます。はい。わかんないけど。わかんないけど。とりあえず祝っておきましょう。はい。ということでね、まあでもちょこちょこライブはもう絶対音楽ねライブしないっていうわけじゃないそうなんで。はい、もしかしたらうちのイベントのねまた次のどっかの東京以外のところで出るかもしれないしね。はい、はい、ということで天音ゆきさん本当にねいい曲が揃ってきたのでね楽しみなんですよねアーティスト活動的にはね。はい、はい、ありがとうございます。ということで天音ゆきさんいや、うん、そうなんですよ夏にね今日出演する、西山小雨さんとね札幌行って去年の夏に。夏じゃないか秋かはいアメアメシスターズ呼ばれてたんですけどもなんと今日は雨男がいたんで、はい、本当の雨になっちゃいましたね。ですね。あでもあの時そうだ帰りになんか土砂降りになったんだって。ああそう札幌ですか。そう小樽で。ああもうすごい土砂降りになりました。なんだろうね。有沙ちゃんと組み合わせなのかな西山小雨さんと別れた瞬間に土砂降りになったという。あ、私雨女。西山小雨さんは雨女じゃないってことだね。微妙な組み合わせでね。あ、でも確かに私雨降りやすいかもしれない。あんまり自覚ないですけど雨女っていう。今日はじゃあ吉野君とゆきさんが強かったということで。強いです。本当に申し訳ありません。この足元悪い中ね皆さんお越しいただいてはい。ということで天音ゆきさんをキャスファイル3に収録してます。はい。今日いい曲でしたね。あの曲もねやっぱね。ありがとうございます。あれもう完売したしね。そう完売したし。ありがとうございました。追加でまた入荷してもいいんですけれども、あと今日はたくさん皆さんのね小雨ちゃんとあきくんが売ってますからそっちの方に行って自分の物販をね集中していただくという感じもよろしいんじゃないでしょうか。そしてキャッスルズ広島っていうものにもちょくちょく出てるんですよ。そこはどうします？まだちょくちょく出られます？できる限りやり続けます。そうですか。じゃあ皆さんね、多分ね、今日終演後にキャッスルズ広島、僕が勝手にオンエアするんで、それ出ていただきますんで、よろしくお願いします。終演後。はい、終演後キャッスルズ広島ゲリラ配信しますんで、よろしくね。はい。終わり。さあ、そんな感じで、じゃあ告知とかなんか好きなことを最後に喋っていただきましょう。実はツイッターとかでは発表しなかったんですけど、自分で手作りで CD を作ってきまして、2種類あるんですけど。この2枚で私のオリジナル曲が全部揃います。コンプリート。はい。でこの青いのが私が活動を始めた時の2015年の秋から始めたんですけど、そこから半年分ぐらいのオリジナル曲で、こっちが後半にかけてのオリジナル曲、全部作った順に曲が入っているので、手売りしかしない予定なので、というかもう、はい、あと東京が今日最後なので。よかったら、皆さん手にしてくれたら嬉しいなと思います。じゃあ残ったら通販やりますよ、うちで。残ったらはい、はい、まあ手作りなんで未熟な部分もあると思うんですけど、はい、ぜひ聴いてもらえたらなと思うので、いいですね、よかったら手作り、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということはじゃあもう東京の人はもうマニユキスにしばらくは とりあえず会えない。そうです、ね。前言撤回するまでは会えない。はい、なのでじゃあ今日物販行列たくさんできると思うんでね、みんなに手渡る分ぐらい広島から運んできたので、重いぜひみんな新幹線で荷物いやバスです。バスで、はいバスで帰ります。じゃあバス代皆さんでカンパしてあげる感じで、ぜひ荷物がすごく重かったですはい、はい、ということでね、ぜひそこら辺も、はい、まあ大人ですから皆さん分かりますよね。はい、ということで、天音ゆきさん、後でキャッスルズ広島やりましょうね。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。